稲積早苗です。目いっぱい若作りしてやってきました。どうぞよろしくお願いいたします。今日は100億稼いで気づいた幸せの本質というテーマでお話したいと思います。実は私以前赤坂でエステティックサロンを経営していました。全然うまくいかない、毎日毎日閑古鳥が鳴くようなそんなサロンでした。ですからどん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 赤字が膨らんで、借金は1000万円以上になっていました。その借金1000万円をどうやって100億に変えていったか、今日はそこのとこではなくてその後なんですけれども、まずその100億をどうやって稼いだかっていうのは、実は私が借金1000万抱えて苦しんでいる時、ある占い師さんに出会ったんです。その占い師さんが私に向かって、あなたは人財産築くって言ったんですね。言われた瞬間、私の頭の中は人財産でいっぱいになりました。私は人財産、人財産、人財産、人財産ってずーっと言い続けたんです。そして金なし、コネなし、スキルなし、あるのは借金1000万円。その状態から淡谷のり子さんモデルのゲルマニウム美容ローラーを開発しました。お若い方はきっと淡谷のり子さんのゲルマニウム美容ローラーご存じないと思います。淡谷さんがコロコロって言いながら結構テレビとか雑誌とかで宣伝してくれてました。その商品は大ヒットし、100億稼ぎ出すことができたんです。これ実はです、嘘のような本当の話です。この話をするだけでも90分の講演になってしまいます。で、今日はその先を話します。ここからが本題です。借金のどん底から這い上がった私は完璧に有頂天になってました。女だてらに肩で風切って生きてました。もうお金があるって最高だな、お金があるって幸せだな、毎日毎日が楽しくて楽しくて仕方がない。あれほど冷たかった世間が、鼻も引っ掛けてくれなかった世間が、今では向こうからすり寄ってくる。お金の力ってすごいな、まるでオセロゲームのように全てが一気に変わっていきました。そしてそんな有頂天な日々は永遠に続くかのように思われたんです。しかしある時、って思う瞬間が訪れたんです。あれ、なんだろう、このふっとよぎる虚しさが、あれ、私本当に人生楽しんでいるのかな、あれ、もしかしたら私本当は幸せじゃないのかも。脈絡なく押し寄せてくる違和感、ある種私は気づいてしまったんです。あふれるお金の中で決して幸せとは言い切れない自分に。お金は幸せになるための道具の一つです。決して幸せそのものではない。どんなにお金があっても心の虚しさを埋めることはできません。私は100億稼いで天国と地獄両極端を体験しました。その体験の中で気づいたんです。100億稼いでる時の私は生き生き輝いていました。でも100億が出来上がってもう何にも挑戦することがなくなったとき、私の人生はどん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 色あせていきました。そしてある日、事件が起きました。目が覚めると、息ができなかったんです。怖くて怖くて目を閉じることができなかったんです。顔を洗うときも、髪を洗うときも、目をしっかり開けたまま。目を閉じると奈落の底に引き込まれそうで目が閉じられない。眠るときは大量の睡眠薬と精神安定剤を一気に流し込み、
ギリギリまで目を開いていて、ゴトンと眠りに落ちる。そして朝目が覚めてまず思うこと、ああ今日も生きていなきゃいけないんだ。こんな朝の迎え方は悲しすぎる、辛すぎる。死んで楽になりたいと思う日々が3年続きました。目的を失った私の心がさまよい続けて行き着いた先は鬱の世界だったんです。でもそんな私を救ってくれたのがある製薬会社の新聞広告でした。そこで女優の木南奈々さんが、私はバリバリの鬱でしたって告白していたんです。それを見た瞬間、スーッと心が楽になるのを感じました。なんだそうか、鬱はちっとも恥じゃないんだ、私も鬱になっていいんだって自分に許可を出すことができたんです。それまで私は正直鬱になってしまった自分が許せませんでした。弱くてちっぽけで何の価値もないような人間に感じられて、でも鬱の私でいいって素直に思えた時、もう一度前を向いて一歩踏み出す決意ができたんです。私は100を稼いでる時の自分を思い出したら、何をしてる、自分の可能性に向かってどんどん挑戦し続けていました。私にとって幸せの本質って結局心の充実だったんです。心の充実こそが私にとって幸せの本質であり、それは自分の可能性に挑戦し続けることだったんです。借金1000万から100を稼ぐことができたのも、決して諦めず自分の可能性に挑戦し続けた結果でした。そして挑戦することをやめてしまった時、私の心は壊れていきました。実は今年18歳になる愛犬亡くしました。ミニチュアダックスの女の子でした。彼女は私が鬱で苦しんでいる時、一人でいるのが怖くて怖くて仕方がない時、私のもとへ来てくれました。そしていつもそばで見守っていてくれました。その子を失った時誓ったんです。この子の魂に恥じない生き方をしようって。もう燃え尽き症候群は嫌だ、小説のタイトルみたいに戦い済んで日が暮れてそんな状態は嫌だ、自分の力の限り挑戦し続けてこの人生を生きていこうって彼女に誓いました。それは自分の可能性を信じて挑戦することであり、このオーディションもその挑戦の一つです。そして挑戦し続けることの素晴らしさを一人でも多くの人に私は伝えていきたい、そう思っています。いろんな活動をしてきました。挑戦することの素晴らしさを伝えるためにサポート校でも授業してきました。サポート校の生徒たちはサポート校に来た時点でもう俺らの人生終わりだって思ってました。そんな子たちに、そんなことないよ、今までの自分捨てないよ、今日からの自分が本当のあなただよって私は彼らに伝えてきました。彼らもその私の気持ちに応えてくれました。そして挑戦することに一歩一歩、ほんのちょっとの一歩を歩み続けてくれました。私は思っています。自分の幸せの本質に気づけば、たとえどん底からでも人は必ずまた這い上がることができる、新たな人生を生きられる、私はそう思っています。
私自身がここでこうして皆様方の前に立たせてもらっているのが何よりの証です。本日はご清聴ありがとうございました。